大浜崎灯台は、瀬戸内海中央部、広島県尾道市の因の島にある灯台。1894年春行。因の島と向こう島に挟まれた海峡である、布狩瀬戸を望む位置、因の島大橋の田元に位置する。その西側には、同年に、県庁所が置かれる。さらに、灯台の南側高台2910年の、 信号書が作られ、現在では因の島大橋記念公園内にある灯台記念館として保存されている。近代に整備された見晴らせと航路に置かれた9つの航路標識の一つ。海抜10メートルほどの場所に周囲を石積みの防風壁で守られた円形石像の灯台。灯下標高は約18メートルと高くないのは、この灯台近くに船が通るため遠くまで光を、 届ける必要がないことから、周囲に手すり付きの踊り場がついている。建設費は、当時の金額で1570円18銭9輪。三原瀬戸航路に設置された9つの東大布刈り、瀬戸は、尾道水道と共に中世から近世にかけて、秋地乗りと呼ばれた航路で、海峡の向島側東端の岬である観音崎に、村上海賊があまり先城を置いて、 航行を掌握していたこともあるなど、古くから瀬戸内海での主要航路の一つである。この地の南、四国と大島に挟まれた来島海峡は、瀬戸内海の主要航路であるが潮流が早く海の難所であるため、近代に入り、規範船が登場して、以降も、行き足の遅い船は別のルートを選択していた。それが大三島と大崎上島の間から、 三原沖から布刈瀬戸を通るルート、三原瀬戸航路であり、大きく迂回することになるが、潮流は、来島海峡の半分程度であった。大浜崎灯台は、来島海峡の副航路である三原瀬戸航路に、整備された9つの航路標識の一つで、1894年に、竣工する。明治後期になると、さらに通行量が増え海難事故が多発したため、 潮流と船の往来を信号で示す大浜崎船舶通行潮流信号所が1910年東大背面の丘に設置された。日本最初の信号所が関門海峡にできた翌年のことである。戦後、技術革新により来島海峡を難なく航行する小型船が増えたため、この航路の通行量が減ったことから1954年信号所は閉鎖された。 1959年には、東大の無人化、1962年事務所が廃止となり、詰め所が撤去されたものの、信号書自体はそのまま残された。後、因島大橋開通後、その他元を記念公園として整備していた因島市が信号書を優勝で引き取り、1986年、東大資料館として開館した。 2010年国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。中央付近の岬に大浜崎灯台が、その左下の3つ並ぶ白い点が、灯台記念館。そこから、左の岬に、県庁所がある。県庁所の遠形大浜崎灯台記念館台、浜崎灯台記念館の入り口旧大浜崎、船舶通行潮流信号所。 1910年竣工1986年開館。東大は海上保安庁が管理しているが、こちらは尾道市が管理している。普段は施錠されており、見学には尾道市因の島総合支所に事前申請する必要がある。木造平屋建て切り妻屋根、東屋三木付。幅3.74メートル奥行き16.38メートル。 高さ8.75メートル、桁行き9件、張り間2件。近代に作られた木造信号所としては現存唯一のものである。2005年に土木学会戦勝土木遺産。2011年には広島県重要文化財に指定。この施設の特徴は屋根の上にある3つの塔である。周辺の海域を東西3区域に分け、それぞれの塔からの信号で反対側から、 航行している船の位置を知らせた。海側から第一種信号、第二種信号、第三種信号と呼ばれ、昼間は塔の中央に大きく記号を表示、夜間は塔の上部のライトで表示した。周辺海域と灯台の位置を示したもの。西側から高根島、小崎島、細島。矢印が外梶崎。つまり第一種から第三種に移るにつれ、 布狩り瀬戸に船が存在することを伝達していた。昼間の記号は、塔の中心に黒地に白文字で書かれ、窓の羽根板を開閉することにより表示を切り替えていた。現在、塔やすべて白で塗りつぶされているが、当時は白色の記号を目立たせるため、塔や,や羽根板も黒であった。羽根板を動かす機構もケーブルの破損により現在は使えない。潮流は、 腕で式信号機で表示した。鉄骨作り方形で、投稿5.73メートル。その他、通信用信号柱で知らせている。昼間潮流信号機と、旗ざは現存し、旧大浜崎通行潮流信号所の名称で、前述の信号所の建物とともに、広島県重要文化財に指定されている。テンプレートの記載は、以下のものによる。この記事は、 以下のカテゴリでも参照できます大浜崎東大、記念館に関するカテゴリ、旧大浜崎船舶通行潮流信号書に関するカテゴリ。ありがとうございます。